Okay, another step of my journey into new games. I haven't really done too many phone games, so I'm in like some of the top ones of those, plus, you know, names I recognize, like I've played most of the Persona and Devil Summoner games. Sure. Feel like that sometimes. よくこのアプリをダウンロードしてくれた。You're welcome. 驚かなくていい。メガキンのおすすめゲーム。これから軽く対戦するつもりだった。そうだ。I mean, you're not my type, but what that beard do? これはゲームさ。君が思っているより重要なゲーム。ようやく見つけた。選ばれし者が選ばれた。君のような人間がこのゲームをダウンロードするのを待っていた。まずは、君の名前と性別を聞かせてくれ。Be a guy, why not? Max 8 characters. Branding.人は自分の内側か外側に悪魔を飼っている。Are we on the sleep? 君の悪魔を見せて。Whoa! That's the See My Demon on the first day.悪魔を召喚して戦う。そう、悪魔さ。悪魔だ。君は悪魔のダウンローダーになる。DX2 Devil Downloader。確かに。いつまでも名乗らないんじゃ逆にやりにくいな。俺のことはとりあえずエインヘリアルと呼んでくれ。No. 俺の Oh, you beardo. ちょっとスパーリングをしてみよう。大丈夫。ただのチュートリアルさ。悪魔召喚アプリを使って。デビルダウンロード。今周囲の風景、人の目を気にする。それより悪魔だ。その悪魔たちは AR キャラクターのように何らかのデバイス、例えばスマートフォン越しでないと確認できない。が、確かにこの世界に存在している。だから悪魔なんだ。その悪魔と共に、さまざまな情報が表示されているだろう。まずはそれを確認するんだ。
Okay. Boss demon. That looks like a black goat. Oh, Satan. Aquaman. さすがだ。これでバトルのチュートリアルは終わりだ。あと少しだけ付き合ってくれ。これでみんなの力になれるね。I don't get Izanagi to start with. Welcome to the new world. We'll make you rich online. Well, I got a style, I got a skill. Got the view, the piece of bill. We will fly, don't you die. We gon' live for meaning. Super duper rap, don't fly track. Click, bait, don't make me wait. Positive rain, just get the danger. We gon' live for free. Really want you to know it's Sega. Ima, atar, sore ga jaak na sonzai ka dou ka wa wakaranai na. Kimi tachi wa soitsu o shinpou suru renchuu to tatakawanai to ikenai. Sono chiteki seimei tai no na wa Benitas.人類を試す神の器だ。ベニタスには信奉者だ。アコライツと呼ばれる支持者グループ、そのアコライツと戦うのが君たち。リプ、詳しい話は So you just decide my affiliation for me? What if I want to be an acolyte? Devil Downloader, 通称 D2. 君と同じ悪魔を召喚する力を持った者たちだ。場所はスマホの地図アプリにマークしておいた。秋葉原にあるシェアハウス。
そこに向かってくれ。ハローメガチューブ、メガキンです。今日も東京都内某所から動画をお届けします。今日は商品紹介するのとはちょっと違うやつやります。おかしなゲームが始まってるって話前もしたよね。まあ詳しいことはすぐにわかるよ、君らになら。それは奴らのゲームと俺たちのゲームの戦いだ。ゲームのルールを奴らに奪われるな。俺の言いたいことはそれだけ。はじめまして、君が新しい D2 か。君一見まともそうだが実は猟奇殺人犯みたいな顔してるな。冗談冗談。なんだよそのリアクション、寒いぜ。リベレイターズとアコライツが戦ってる。で俺らがリベレイターズ、そこまではもう聞いたよね。このシェアハウスこそリベレイターズの東京支部、俺が支部長。Understand? あなたはサバゲーの標的にちょうどいい顔をしていますね。勘違いしないでください、今のは褒め言葉です。その女の子は龍蔵寺リカ、リベレイターズの仲間だ。リカのコードネームはテンプラドラゴン。私の夢はいつかテキサスの荒野に別荘を建ててビールを飲みながら適当に銃を撃つことです。変な女の子だがこれでも挨拶してるつもりだと思うよ。とにかく歓迎するよ、ようこそ東京支部へ。まあとりあえず俺たちのボスエインヘリアルと話してきなよ、そこの PC で通信できるからさ。東京支部までたどり着いたようだね。改めて歓迎しよう。リベレイターズへようこそ。まずは君にはいくつかの指令をこなしてもらいたい。指令、すなわちオーダーミッション。オーダーは確認できたかな？オーダーを達成すれば様々な機能へのアクセスが許可される。悪魔合体、新たな悪魔の召喚、悪魔の育成、まるでゲームのようだろう？そう、これはゲームさ。最初に言った通りにね。だからゲームの流儀に従ってまずは軍資金を渡し、アコライツとの戦いに必要なものだ。それでは幸運を祈る。アコライツの悪しき目論みを打ち砕くことを期待しているよ。ナイス。無事。Yeah, we've been through this. マッチ。
さだかあこそれあこ通信は終わったかい？オーケー。まあ今日のところはこの辺にしとこうか。悪魔とか D2 とかでもってリベレーターズとかぶっ飛んだ話ばかりでもういっぱいいっぱいって顔してるぜ。続きは後日としよう。準備ができたら秋葉原に来てくれ。ただしそんなにのんびりもしていられないぜ。君が進むのは裏側の世界だ。なるべく早く対応するんだ。今日もメガキンビデオからスタートだ。チェケラ。二神合体やってみたぜ。生かした仲間ゲットだ。どんどんグレード上げてこうぜ。見てくれてセンキュー。今日の視聴者プレゼントだ。今だけ特別。Okay. In rewards. Hold a second. Oops. Another shitty energy system. だからね、そこは被害者に落ち度があるんですよ。若者はね、どうせつまんない人生なんやから。高齢者支えへんと。
来たね、ルーキー。覚悟は決まったかい？ワイドショーはくだらないが、起きている事件はシリアスだ。リベレイターズの出番なんだよ。君じゃなきゃできないことがある。ニュースでやってたのさ、秋葉原で起きている連続行方不明事件。チェゲラ、この事件には背後にアコライツの気配がするぜ。若い男女が忽然と姿を消し、身代金の要求もない。警察は全く手がかりをつかめない。この事件の捜査を君に頼みたい。どうして自分がって顔してるね。悪魔絡みの事件はデビルダウンローダー以外には解決できない。ブンブン、さあ蝶を捨てよ、町へ出よう。急展開にびっくりしてるのかい。大丈夫、君は一人じゃない、リカも一緒さ。わかりました、さあ行きましょう。 Yeah, send me off with the chick who said she wants to shoot me in the face. What could possibly go wrong?Okay, what's up with the seizure inducing shit? さて、これからアコライツの痕跡を探す。その前に、私と模擬戦をしましょう。ふさわしい力があるかどうか。意外と恥ずかしがり屋なんですね。人目は気にしなくて大丈夫です。デコ化しますから。それでは。行きますよ。召喚アプリを起動してください。デビルダウンロード。周囲の結界が見えますね。これ私はデコ化と呼んでます。これで準備が整ったところで早速始めようと思います。あなたには殴り合いよりも前にまず交渉を。文字通り悪魔と交渉し気に入る。そんな素敵なことが。あなたと交渉がしたい悪魔には頭上にアイコンが表示されます。ほら、あの悪魔にトークのアイコンが出ていますね。ちょうどいいです。私が呼んだ悪魔ですが、成功したらあなたの仲間にしていいですよ。うまく仲間にしたみたいですね。やるじゃない。交渉はいつでもできるわけじゃありません。悪魔は気まぐれなので、トークアイコンの出現も気まぐれです。まれにレアな悪魔と交渉する機会もあるかもしれません。それだけに交渉の機会は逃さないようにしてください。悪魔の使い道はいくらでも。それでは改めて模擬戦を始めましょうか。言っておきますが、負けると普通に死にますよ。
勝していこう。問題なさそうですね。あなたを見くびっていました。いいでしょう。あなたをパートナーと認めます。では行きましょう。今このそれを確かめるために。敵は目前ですが、深呼吸を。慌てる D2 は早死にしますよ。戦闘の前にはまず編成を吟味することが大事です。さっき交渉で仲間にした悪魔がいますね。それをメンバーに加えてみてください。それともう一つ、戦えるのはあなただけではないことを忘れないで。さあ早く準備を。ノロマナ D2 も早死に。本当に突然だったんです。夜のデートで待ち合わせ場所に、いつまで経っても警察の捜査も全然進展してないみたいで、どうすればいいんですか？うちの息子が予備校の帰り道に秋葉原のメイドカフェに通ってて、This doesn't bother know about that. より道をしていたんだと思います。You sure that's the kind of thing you don't tell your mom? そして、もう家には帰ってこなかった。あの子が予約していたアニメのグッズが今になって届くんです。被害者の関係者に不審な点はありませんね。捜査の基本は聞き込みだと。古い刑事ドラマで言っていたのです。あなた不思議に思っていますね。このデジタル情報化社会で聞き込みにどれほど意味があるのか。聞き込みならば警察の方がずっとうまくやるのではないのか。デビルダウンローダーにしか見えない手がかりがあります。Witness testimony is the least reliable. Still interviewing people is not that important. などです。あなたも模擬戦で経験したと思いますが、ダウンローダーの戦闘はすべてデコヒーレンス領域で行われます。量子的揺らぎの空間。わかりやすく説明するのが難しいのですが、とにかく特殊な空間です。異次元みたいなものです。現実世界にダウンロードされた悪魔が戦闘開始すると、フィールドがデコ化、一般人の目には映らない状態で戦えます。ほら噂をすれば。デコ領域化ですね。アコライツ側の悪魔の襲撃です。見つけた。来ます。バグ撃ち抜きます。一撃で。いよいよアコライツのダウン。戦闘において優位に立つには、敵の情報をまずは敵の
情報は確認できましたわ。Well, that was a difficult talk. そんな時に弱点を探る方法を教えておきましょう。その悪魔を仲間にすると情報がすべて開示されます。そのことも覚えておいてください。それでは戦闘を続けましょう。言ったはず、容赦はしないと。敵を撃破できましたね。You defeated the enemy, really? 今回の戦果を確認しましょうか。D2 としての成長を促進する一連の指令、達成すれば新しい機能を解放する、そう説明されたはずです。どうやら今回は悪魔学校が解放されたようですね。アジトの疑心協会へ行って次のオーダーを達成してください。無事に勝てましたね。これがダウンローダー戦です。筋は悪くないですね。この調子でいきましょう。聞き込みを継続したいところですが、一旦中断してオーダーを進めましょう。ルーキー、ついに来たね。我らがアジト、シェアハウスの地下にある秘密の場所。そう、ここが噂の疑心教会さ。詳しい説明はここの神父さんにやってもらおう。よろしく。バギド・チューホフだ、ズドラーストフィチェ。見ての通りのロシア出身、軍にいたこともある。今後ともよろしく、タバリシチ。今のは旧ソ連ジョークのつもりだが、まあいい。この疑心教会は悪魔合体の儀式を行う場所だ。悪魔と悪魔を融合させ、新たなる悪魔を生み出す禁忌の術、それこそが悪魔がテクノロジーとオカルトの融合、神聖にして邪悪なる秘技。その優越、背徳感。このエセ神父さんは本部から派遣された悪魔合体の専門家だ。悪魔合体、
俺たち D2 が戦力を強化する上で欠かせない技術。君にも一刻も早くマスターしてもらう必要がある。そんなわけで早速手ほどきを頼んだよ、バギト。承知した。ではこちらへ。うっかり君を合体してしまわないよう。これも旧ソ連ジョークだと思うぜ、多分ね。万物が交わりし狭間、義神教会へようこそ。改めて、悪魔合体に。悪魔合体は複数の悪魔を合体し新たな悪魔を作り出す技法だ。まずはシンプルな二神合体からやってみるといい。まだ手持ちの悪魔も少ないだろう。いっこれ。合体を始めようか。My new friend. なんというまがまがしさだ。おめでとう。より強力な悪魔を作り出すには君自身の力も必要だ。つまりプレイヤーレベルが足りないと高位の悪魔は作れない。それを忘れないことだ。新たな悪魔を手に入れたら裁縫を。ダスピダーニャ。悪魔合体、お疲れさん。うまく合体できたかな。オーケー、召喚所へようこそ。I thought it was a sex dungeon. アジトの一室にこんな部屋があるなんて驚きだろう。ここは新たな悪魔を呼び出すとある魔術な施設だ。でもって彼女がこの部屋の主のメイドちゃんだ。挨拶どうぞ。ハバラアリサよ。三島由紀夫と村上春樹が好き。あなた宇宙人にさらわれたことがありそうな顔ね。まあこんな感じでちょっとだけ不思議なメイドちゃんなんだけど、こう見えて彼女は悪魔召喚のエキスパートだ。悪魔合体に悪魔会話、悪魔を入手する手段は多々あるが、手っ取り早く強力な悪魔を手に入れたいなら召喚が一番だぜ。もちろん儀式の対価は必要だけどな。何かを得るには何かを失わなければならない。ねえあなた、近いうちに自殺する予定あります？ As a matter of fact。 じゃあ後の説明はよろしく。お帰りなさいませ、ご主人様。おぞましい悪魔召喚にはいろいろな種類があるわ。それぞれで必要な対価も出現する悪魔も異なるの。まずはオーソドックスな好意召喚をやってみて。
強そうな悪魔ね。悪魔について学ぶことは多いけれど、今は一つだけをアーキタイプについてよ。アーキタイプは悪魔合体にも影響してくるの。悪魔合体では素材のいずれかが必ず素体でなければならない。そして高位召喚では素体は出現しない。つまり高位召喚した悪魔同士では合体できないということよ。少し分かりづらいかもしれないけど、そのうち慣れてくるわ。それに高位召喚で手に入る悪魔は合体しなくとも最初から強いもの。そう、それが格差、運命、宇宙の摂理。さて、私に教えられるのはこのくらいかしら。他の召喚方法もそのうち使わせてあげるから、また来るといいわ。私とあなたの双方が。Oh, I've been tired of living. に飽きていなければね。それじゃ、またね。悪魔はお気に召しましたか？Generally, you want to wait till you have 4x or 10x rather. So, if I can then. Usually, there's some sort of bonus for using the 10x instead.Justin, Thor.悪魔を育てるなら見逃せません。お一ついかがですか？ Don't make shit.悪魔はお気に召しましたか？召喚を始めます。もっと召喚していいんですよ。新しい悪魔が手に入ったみたいだね。今度はその悪魔を自分のパーティーに入れてみようか。ここが編成画面だ。俺たちが使ってる悪魔召喚アプリの機能の一つさ。俺たち D2 はそれぞれが悪魔を率いて戦闘してるわけだけど、誰がどの悪魔を率いるのか、それをここで決めていくんだ。
それぞれの D2 にふさわしい悪魔を編成してやってくれよな。例えばほら、可愛い女の子の悪魔で揃えるとかね。ロマンを取るか、戦闘力を取るか、すべては君次第さ。Even pick that up. So you can have the same things I have.俺たここでは仲間の D2 の情報を確認できる。ここで重要なのは俺たちもレベルが上がるってことだ。しかもスキルだって覚えるんだぜ。クールだろ。よかった、みんな無事だね。持ってるスキルと仲間の組み合わせだ。 D2 スキルと仲間の相乗効果が生かしたパーティーを作るのさ。最高にクールな組み合わせを探してみてくれ。デビルダウンロード。
僕は。そう、仲間にした悪魔の情報はしっかり確認しているかい？悪魔情報はデビルダウンローダーのマスト機能だぜ。いきなり全部の情報。なに、焦ることはない。少しずつ慣れていけばいい。まあとりあえず悪魔をぐるぐる眺めて楽しんでみるってのはどう？Excellent hat, 10 out of 10. So the ratings are basically worthless. Hey, look at that. Someone almost giving a real review and then BA Nuki. He's like he. What the fuck? I mean, he's purple? That looks purple. Red. So apparently he's a really good unit. I don't know how much I trust those weirdos. Not obtaining a box now, is that like a world thing? Yeah, ついに見つけてしまったね。そう、ここがチャット画面、おしゃべり用の窓さ。ここでは世界中のリベレーターズメンバーに向けて発言できる。さあ、恥ずかしがらずに、Say hello!わかってると思うけど、好き放題発言していいわけじゃないぜ。個人情報や相手を不快にする発言は禁止。Tell me how to live my life. 居心地のいい場所ってのは誰かが与えてくれるわけじゃない。頼んだぜ。I'm just sending a dick pic.There you go. Important thing to say to the people. Oh, yeah? It is me. 例の新入りの方ですね。はじめまして。おっと、紹介がまだだったね。
彼は我らがアジトのご機嫌なメンバーの一人だ。まあ見ての通りの執事さんだね。もう一人のメイドちゃんと二人でこの家を切り盛りしてくれてる福本和文です。このシェアハウスの管理維持を担当しています。ついでにこのショップの店員でもあります。どうぞ。そう、彼は執事さんであると同時に店員さん。この部屋で怪しげな品を販売してる。 Hey, you just said no cussing. Games for everyone. 普段は歴史学、民族学を研究しているのですが、Everyone who's in the devil worship. 貴重な品などを販売しています。こんなところで変な人たち相手に変な商売をしているのは、まあ、研究費を稼ぐためですね。せちがらいぜ、まったく。でもまあ、役に立つのは確かさ。何しろ、マジモンのマジックアイテムまで並んでるんだからな。合法性には著しく欠けるラインナップですけどね。それでもよければ、どうぞ見ていってください。改めて、いらっしゃいませ。ここでは、デビルダウンローダーに役立つ品を。Game gambling is illegal in some places. Isn't necessarily legal. それでは、どうぞごゆっくりお帰りなさいませ、皆様。こちらは D2 ショップです。$100. I ain't even got $100 right now. Until I get my tax return. Akuma がご所望ですか？それならこちらはいかがでしょう？駆け出しの D2 さんに最適な商品です。期間限定です。Back to the story. Oh, out of here with that shit. Watashi tachi no teki, Akuraits. Ima totuzen. You know, you keep saying they're our enemy. Doesn't make it true. Anata wa Liberators ni hairou ga hairu mai ga.襲われるのです。試しにこのまま町をぶらついてみましょう。あなたは実のところ殺される寸前だったんですよ。あなたのような人間は常にリベレーターズに守られている。そして今度はあなたが選ばれた。あなたが守る番がやってきたのです。アコライツのターゲットは悪意の伝染を阻害しやすい人間。I spread ill will. They should like me. すなわち共感指数の高い人間です。アコライツはこの共感指数の高い人間を排除すること。それを第一目標としています。次の敵です。秋葉原でとんでもないことが起きています、ね、来い、僕の悪魔たち。テレフォンアクティベート。戦闘には慣れてきましたか？あなたが望むなら悪魔。
との時にどう行動するかは悪魔というのは奥深いのです。でも今は目の前の敵に集中。I'm worried auto-talk will fuck things up. I need to get back out of this menu. アコライツは謎の存在ヴェニタスを信奉する者たち。なぜ彼らが悪事を重ねるのか、なぜそれがヴェニタスのためになるのか、私たちはそれを調べねばなりません。まずは当面の事件、この秋葉原で人が消えていく。ごく普通の人々が前触れもなく消えて、ろくに捜査もされない。まだ慣れないですか？あなたが住んでいた世界の底が抜けたんですよ。もう昔と同じように生きることはできない。怖いのなら逃げればいいんです。その代わり多くのものを失う。また敵が現れたみたいです。今日は敵が大量ですね。来い、僕の悪魔たちだ。敵です。複数います。こういう時は必要に応じてターゲットを選択します。弱点をつける敵や。それでは、oh, it didn't work out.Do it again while I get a chance to talk to that demon again.Devil Download! Oh, chill out.
not trying to kill it. Seems random which things you can talk to. またしても、実はリベレーターズの他の仲間から悪魔を借りられる、いわば助っ人機能。まるでゲームみたいですね。悪魔召喚アプリの凄さには驚かされます。つまり、いいフレンドを見つければ、強い悪魔を追加で連れていける。そういう話です。植物的で、現代的ですね。では、サポーターを連れてバトルを始めましょう。ああ、あんたメガキンのとこの。デコ領域の痕跡はあちこちにありますが、事件そのものの目撃者は見つからないですね。素敵なサバゲーグッズショップですね。高まります。失礼しました。私の数少ない趣味の一つです。親が猟銃趣味があるせいか、影響を受けてガンマニアになりました。ドーム投稿サイト、メガチューブ。あそこでアメリカ人がビールを飲みながらいろいろな銃を撃っている動画、そういうのをチェックするのが私の安らぎ。将来の夢は何でもいいから銃を撃つ仕事に就くことですね。ああ、分かってくれるんですね。なんて話をしているうちに、また敵の悪魔です。いたぞ。準備完了、行くぞ。力になれたかな。
携帯電話に着信です。 What's up? 調子どうよ。順調とは言い難いですね。 Hello, MegaTube。 俺の動画フォロワーから情報提供だ。ケゲラ、ケバブサンドショップの先で待ち合わせで、ね、よろしく。スピーカーフォンで聞こえていましたよね。行きましょう。あの少女ですね。味方です。メガキンの仲間。私はテンプラドラゴン。あ、はい、聞いてます。相談に乗ってくれるって。何がありましたか？踊ってみたんです。踊ってみたシリーズっていうか、あるじゃないですか。曲に合わせて街角やどこか施設で踊ってメガチューブに投稿するやつ。この前その動画を撮影して以降、誰かに目に見えない何かに襲われているような霊現象みたいなものも。確かにあなたは狙われていますね。敵が集まってきています。今 QR コードを送ります。急いでリンク先のアプリをダウンロードしてください。悪魔召喚機能のない簡易版ですが。これってじゅんび完了、行くぞ。援護射撃。別のリベレイターズメンバーから通信です。どうやら戦闘をアシストしてほしいようです。援護射撃というわけです。救援要請だ。使用しアシストを要請してきた相手に届けられます。まったく悪魔召喚アプリの先のぶりには、一体誰がこんなすごいものを作ったのでしょう。と、次の敵が来たようです。ありがとう、助かった。アシストです。今度はあなたがアシストしてもらったようですね。このように世界各地のリベレイターズメンバーは悪魔召喚アプリを通じてアシストを送り、これがバトルアシストシステム。戦闘すらもソーシャルに置き換わっていく。私たちが戦っているのはそういう。見てください。先ほどあなたをアシストしてくれた相手が表示されています。せっかくです。この人にフレンド。ともあれ、これならコミュ障のあなたでも気軽に申請できますね。コミュ障ではない。そうですか、失礼しました。サポーター悪魔を借りるなど、フレンドは重要な存在です。積極的に増やしていくといいと思います。すごい、こんなことが起きてたんだ。 That's a video game. ダウンローダーの世界です。信じられない。でも信じてもらうしかない現実です。
そこの新米さんはあっという間に順応してくれましたよ。じゃあ頑張る。Believe it. のど渇いた。これを差し上げます。とても美味しい。ありがとう。話を聞く限り、手がかりはその踊ってみた動画で分析をお願いしてみます。とっくにやってますよ。Today's work。ブンブン。ソンシャンに連絡を取った。もう全部終わってる頃さ。ちょっぱやでやれって。ま、めんどいけどやりましたよ。動画の解析。お礼に今度、スローターホテルの VHS をお渡しします。廃盤済みの激グロスプラッターじゃないですか。ありがとうございます。頑張った甲斐がありました。で、結果は？踊ってみた動画をニューラルネットを使った超解像にかけた。で、踊る少女の背景にたまたまテレビ局のロケバスが映っていた。そのロケバスに入っていくカメラクルーと2人の女子大学生、その女子大学生たちが今行方不明になっている被害者だ。じゃあこれを警察に提出すれば。あ、ちょうどよかった。おまわり。ホムンクルスです。This game teaches you to beat up the police. 先ほどあの子に渡したスポーツドリンクですが、あれ、実効果のほどはまだ内緒ですが、他にも様々なアイテムがあります。戦闘で役立つ。とはいえ、アイテムは戦闘の主役ではありません。あくまでサポート。その点を忘れ。慣れたかな。仕込みを継続したいところですが、一旦中断してオーダーを進めましょう。あら、いらっしゃい、新顔さん。話、D2 になりたてなのですよね。ご愁傷様。よう、巫女さん、今日もお疲れさん。そういえば紹介がまだだったね。彼女はこのバンマの社の巫女さんだ。ヒューガ・ヒミカと申します。こんな仕事をしておりますが、アニメや漫画が大好きです。最近ハマったアニメは、あのフィギュアスケートの。よろしくお願いいたします。このバンマの社は悪魔を育てるための施設だ。バトルをすれば悪魔は強くなる。
そんな風に。残念だが、それだけじゃ足りない。悪魔。捕食、転生、覚醒、継承、烙印。悪魔を高める手段はいろいろとあるのです。黒魔術、白魔術、呪術、妖術、狩猟術、錬金術、さまざまな術法を用いて、私はそのお手伝いをさせてもらっています。このお姉さんは悪魔育成のエキスパートなんだぜ。義神教会のエセ神父と同様、彼女も本部から派遣された専門家さ。それでは新人さんへの手ほどきを始めましょうか。大丈夫、優しくしますからね。それでは手ほ捕食は文字通り悪魔を悪と言っても、それは概念上のこと。実際にむしゃむしゃ食べるわけではありません。グロくはないので安心して利用してくださいね。食を始めましょう。秘術は成功です、はい、捕食完了です。いらない悪魔がいるときは、それじゃ。I'm just gonna go back here, do the auto thing to use up all my energy, and then, the auto quest thing. I just want to burn up energy and be done. I just got. Oh, yeah, this is what I'm gonna be doing, just auto questing. So, I'm pretty much done.